皆さん、こんにちは。そよみちゃんのあすのです。はい、というわけで今回は目の前に今ディズニーストアに来ているので、今回はリミちゃんにプレゼントを買いたいと思います。8歳の誕生日だったのね。リミちゃん、プーさん好きということで。じゃあ行ってみよう。これすごいよ。ランドセル。ラプンツェルだ。すごい。ラプンツェルとアリエルだ、すごいね。いくら18,000円。プーさんのコップすごくない、これ。あー、すごい、キラ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 が動くの。これが多分ひまわりで、すごい可愛くない、これ、600円。悩みます、考え中。なんか変な鉛筆がある。あ、何これ。何だっけ。あ、ベネロペだ。そう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 。あ、ま、中に入ってるよね。あ、ね、これもなんか。うん。これでも何が入ってるかわかんないのか。そうだね、ブーさんもいないし、これはちょっと、かわいいけどね。かわいいけど、今こういうの使わないんだよ。なかなかないかな。なかなかないね。缶バッジも使わないな。かわいい。どうしよう、なかなかないよ。 あんまりないよ。これかわいくない？使わないか、その缶バッジ。あ、でも人気商品。あ、これ水注ぐやつじゃん。家でよく使うやつだ。ね、でもリミに関係ないやつ。プーさんがあるよ。ピアファイル。ピアファイル使わないし。私がもらったやつ。あ、これか、すごい嬉しかったやつ。これの恩返しとも言えるね。恩返ししよう。これ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 。あー、ちょっといい値段するね。あ、これしかも最後の一つだ。あ、ひんやりする。ルールワンピだって。ちょっと長いかな。氷だって。なんかどうしたいんだ。今度しーちゃんに何かプレゼントしてもらう。しーちゃんが今度プレゼント。すごい楽しみにしててよ。楽しみにしててだって。あれ？すごいメジャーだこれ。なんか無理やりじゃん。ブーさんもメジャーかな。ここじゃない？メジャーだ。何これ？え、いや、メジャーなの？え、エクササイズ。あ、多分ね、これあのお腹を測るんだ。どれくらい痩せたか測るんだ。なるほど。エイリアンが可愛くてベタってくっついてきてくれる。このエイリアンの顔可愛い。え、しーちゃん1500円。え、自分に。え、でも今日はミミの傘。あ、持つとかに刺すってやつか。かわいいけどね。どうしよう、今回ピンとくるものがない。飾ってもかわいいけど。
でもリニアお化粧品私もだけどさ、うん、やばい、まさかの何もない何もない動画になっちゃう。かわいい、この子よくない、うん、3400円もする。動く、毛を見てて、うん、お尻、うん、匂いしないよ。これでいいかな。あ、かわいいね。このちっちゃいのかわいくない。これ一度の匂いするのかなーって思って。お尻プリプリがいたの、うん、なんか普通にミッキーとかすごいかわいい。ミッキーとかこれどう、プーさん。何これ筆箱。筆箱こうやってで、ペンが取れる。喜ぶかな。1800円。うん、喜ぶね。絶対喜ぶよ、これ。そして、ね、ペンとかこうやって取り出す、うん、これする。これにしよう。これ絶対可愛い。これにしよう。うん、これに、これとか。あ、開けたら中にそれが。そう。じゃあこれにしたいと思います。雪だった。こちら絶対喜んでくれると思います。ね、結構びっくりする。これ意外と可愛いよ、このプーさん、うん、うん、こっちの方がいいかも。見てください、皆さん、こっちの方がいいかなって。三色ペン、三色ペンになんか蛍光ペンが上についてる。おお、すごい。これいいかなと思ってこっちにしたいと思います、うん。よ、こんな感じ。うん、あ、いいんだ、サイズ的にもバッチリ。だね、これにしよう。うん、これにしよっか。はい、と言って買ってきました。ね、喜んでくれるかな。ね、リミ多分喜んでくれると思う。プーさんのね、文房具だから。うん、ちょっと、あ、別に動画は大丈夫でしょ、言っても。いいよ。突然のプレゼント。開けてみていいよ。いいの。いいよ。いいの。いいよ。いいよ。それ袋だよ、ただ。なんだろう、何かおかしそうって。もふもふ、なんかポーチみたいな。そうかな。ポッ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 。これちょっとすごいやつ。いきなり壊れた。いきなり壊れた。壊れてんの。あ、でも治る。あれ、ビョンって飛び出るのこれ。ええ、まさかそんなことないよ。え、壊れてる。わかんない。あれ、え、壊れちゃった？
見えない。何？大変だ。ママ食べない。また食べない。ミミちゃん、大変だ。グミペア。サンジーラおやつだ。